僕はどこまで近づけたんだろう。10年後の未来輝いてる姿は俺と組んで漫画家になった後悔はしない。お前の人生それでいいんだ。このまま終わらねえよな。悔し涙ならぐっとこらえたあの日、孤独の数だけプラス。カメラさん戻って漫画描いて。乗り越えてもすぐ新たな現実切り開いてゆく未来この手で。面白い漫画読ませてくれ。はい。心の奥守りたい夢があるから、信じてゆけ。ライバル追いかせて真っ白木元先生で目指す場所はただ一つ。君とは泣いた僕に託してくれた夢つながる光、後がいくつもの悩み喜びでできていた今日。